俺の区間は AWM。はい、どうも、スコレです。今回はですね、今度、4月の27日から、マガジンオールスターズのコラボレーションが来ると思うんですよね。で、今回、それが分かるですね、情報欄というのがありますんで、それぞれまとめていこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、最近このお知らせ欄ってあんま仕事しこいつしなかったんですよね。更新が遅くて、中国版の方とかの告知っていうのがですね、翻訳されずにそのままこういう古い情報が載っているってことがありまして、最近は載ってなかったんですが、これ実はこれ載ってるんですね、ここに。俺全然気づかなくて、知らんかったです。ここ最近全然仕事せんからな。言われて気づきました。はい。知っとった人も多いと思うんで。そういう人は僕に対してね、誹謗中傷されればいいと思います。OK です、やって。そんな話は置いといて。ちょっとここの欄をですね、まとめていきつつ、どういう方向性になっていくのかなっていうのも、ちょっと話していこうかなというふうに思います。ここからわかるものもありますからね。じゃあ早速話していきますね。まず一つ目ですね。進撃の巨人、フェアリーテール、100万の命の上に俺は立っている。初めの一歩。この4つと、コラボレーションしますよっていうことが書かれております。はい。それは知ってますって感じですね。で、2番目、累計サインインすると、彫刻、鎧の巨人なるのボーナスをゲット。他のコラボアイテムもありますと。ログインボーナスっていうのがあるみたいですね。コラボアイテムっていう風に書かれておりますので、ガシャの配布ではなくて、スキンの配布っていうのが、このログインボーナスの方でされるのかなという風に思います。そして3番、コラボレーションのミッションをクリアすると、栄光勲章のピースや、コラボ限定ガチャなどのレアアイテムを獲得することができますという風になってますね。ミッションクリアで色々もらえるっていうのは、参りもありますしたが、改めてこちらの方にも書かれています。最大15個までっていうのが分かんないですね。何が15個なのか分かんないです。ガチャが15個なのか、それともスキンも含めて15回あるのかっていう、それが分かんないですよね。最近は銀奈さんもですね、ツイートの方をされておりましたが、中国人のそのリサマラ集団が自動化を使ってですね、大量に端末を回してですね、それで金枠のアイテムを量産するっていうことが行われておりますので、今回の配布ガチャにおきましても、金枠排出っていうのはちょっと正直諦めた方がいいのかなっていうふうに。個人的には思います。そして次、4番ですね。限定スキン、エレン、ジュー、夏、飛竜。これ3人目がわかんないですね。はい。で、幕の内一歩と、コラボスキンが実装されましたと。で、限定ガチャの方に関しましても、戦闘機、イグニールと。久々にそのヘリスキンが来るみたいですね。夏、飛竜とか、エレン、ジューとか、そこら辺があるっていう具合になっています。一応、ピックアップの方も、コラボレーションのガチャにはありますよってなってますね。で、6番、復刻ガチャと。復刻のガチャが、やっぱりあるみたいですね。一部の進撃の巨人コラボレーションアイテムと、フェアリーテールのコラボレーションアイテムはガチャで登場しますってなってますが、やっぱ一部なんですよね。限定的ですよね。絞られるっていうのは、間違いないのかなっていうふうに思いますね。進撃インポートが本当はね、人気だからこれ名指ししてくると思うんですけど、名指ししないということはって感じになりそうですよね。何が入るかはわかりませんけれど。今まであった金枠の車両とか、金枠の重機好きの中で、やっぱり削られるものっていうのが出てくるのかなと、見ていて思いますね。マントとかもやっぱ削られるんですかね。新規のマントとかも出てますし、そっちを売りたいんだったら、既存のマントっていうのは削った方がいいですからね。で、7番に他にも面白い内容がたくさんありますってなってますね。自分で面白いって言えるんですね。すごい。ハードル上げてくるじゃないですか。見ていてわかるのは、やっぱり復刻があるっていう部分。そして、既存のアイテムがここに書かれていないっていうのは、つまりはっていうところですよね。これコード運営は当然ですね、何が人気かっていうのは把握されていると思いますね。そういったアイテムの名称を本当に復刻するんだったら、やっぱり出すと思いますんで、出さないっていうことはやっぱりそこに関しては、ちょっとですね、期待しない方がいいかなというふうに思います。はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなというふうに思います。まずこちらですね、一番金銃が出やすいガチャって何ですかと、一番金銃、確率だけで言えば、前回の延々の消防隊コラボのガチャ、これがですね、1本の金銃に確率が 1.4% とか振られてましたから、確率だけで言えばそれなんですけどね。ただその、実際ですね、得点分とか含めて何回引けるかってところを計算していかないといけないんで、実際どうなんかなっていう、あんま考えたことなかったですね。基本的に引ける回数の多いガチャっていうのは、結構ですね、金銃が出やすくなりますよね。はい。確率の大きさよりも、引ける回数がより増やせるガチャっていう風になると、コラボレーションのガチャとか、あとはですね、前にやりました英雄&美人っていうですね、60金券で引けるイベントガチャあったじゃないですか。あれとかもですね、1回目の方に関しましては結構出やすいっていう風になってましたし、この間のそのトウモロコシの81、あれとかも出やすかったですね。体感でも出しやすかったと思います。イベントガチャ類が一番得点うまいんで、あそこら辺が一番金銃出しやすいんじゃないですかね。で、次ですね、春節の永遠が一番かっこいいと。これ結構ありますよね。限定色の方が持っている人少ないみたいな。微妙なタイプの限定色はマジで持っている人少なくて、結構ね、最近豪華限定版の陣雷ですね、あんまり強くない近者ですけれど、あれが豪華限定版になっていること多いじゃないで
ですか。あの豪華限定版は持っている人結構いるんですけれど、普通のその一番最初に出ましたあの桜色の去年のあの陣雷ですね。あれ復刻されるまでは持ってる人マジで少なかったですよね。ほんとなんか豪華限定版の方が持っている人多いんじゃないかっていう感じで、永遠のあの限定色もそうっすよね。僕結構ね、そこそこ僕通常回してるんですよね。あのミルダムのライブの方で参加型やってますんで、結構その通常回していろいろしているんですけれど、まあその中で多分3回ぐらいかな、はい、3回ぐらいしか僕見たことないんで、まあ相当持っているとやっぱ少ないんだなっていう風に見ていて改めて思いますね。で次ですね、乃木坂のライブ専用ロケットがまだ売却にならないんですが、また来るってことですかと。終わったのが2月2月の半ばぐらいでしたよね。末かな、はい。2月の末、まあ3月っていう風にカウントしていくと、そうですね、4ヶ月は待ちたいから、4、5、6、7、8月まで待ちましょう。で、次ですね、クソパンダ衣装いらん、マジで消せと。まああれは結構人によって欲しかったり欲しくなかったりするんじゃないですか。僕はちなみに言うと、パンダの衣装ですね、結構入っていて嬉しいです。まあ、なんでかっていうと、まあパンダの衣装ですね、もう持ってるんですよね。大抵の方は持たれていて、被るんですよ。被ったら、衣服の金地形になるじゃないですか。で、衣服の金地形になると、まあたくさんその溜まっていって、特にその、まあパンダの衣装っていうのは、普段ですね、入っている金枠の服の中では、変換率がいいんですよね。はい、金地形の変換率がいいですので、例えばコラボレーションのまあ衣装って拡張とかですねレベルアップさせるのに、まあ、金チケットですね結構50枚とか80枚とか必要じゃないですか。まあ、ですのでですね、そこで結構使っていくときに全然溜まっていかないんですよね、意外と。まあ、なんですけれど、パンダがあることによって結構溜まっていくんですよね。まあ、ですので、まあ、これ欲しい人は欲しいですから、人によってすごいですねパンダに対しての考え方ってのは違うのかなというふうに思いますね。まあ、パンダ衣装を入れて欲しくないよと、まあ、過去ありました、まあ、バトルバスのスキンとか入れてくれた方が嬉しいよっていう方もいらっしゃれば、そうではなくてですね、もう下手したらコラボレーションの衣装すら金付けでいいみたいな、そのパンダの方でいいみたいな、そういう人もいらっしゃると思いますね。金付け増やしたいから、はい。まあ、ですので人によってすごくパンダの衣装をですね、栄光のガチャに入れるか入れないかっていうのは変わってくるのかなというふうに思います。で次ですね、進撃のミドルマンと27日からのコラボで治るかなと。すぐは治らないと思います。コラボレーションが終わってから治るんじゃないですか。なんでそういうふうに思うかっていうと、まあ、今回も進撃のですね、新しい、まあ、マントとか、スキンとか、おそらく来ると思うんですよね。進撃以外の他のテーマ、他の作品とかでも、やっぱりマントの V ってのは出ると思うんですけれど、まあ、そういう風になっていった時に、期間内にミドルマントを修正したら、あ、もう修正されたけん、もういいや、みたいな、課金戦でいいやっていう風に思われて、結局お金を入れないっていう人が出てくると思いますので、そこをですね、うまくガチャに入れていきつつ、ミドルマントは修正せずに課金させて売り切った後、つまりコラボレーションが終わった後に、ミドルマントは修正してくるんじゃないのかなっていう風に思いますので、もしもその修正されていなくてですね、もういいやっていう風に、もうお金あるからもういいや、ミドルマント使わんからね、まあ、これ課金したから新しいマントゲットしようっていう風に思わずにですね、まあ、修正するってのは銀河さん明言されてますんで、それを待ってですね、まあマントの方にわざわざ課金しないようにしていけば、まあ、僕はいいんじゃないのかなっていう風に思いますね。売り切りたいっていう気持ちがあるからこそ、計画があるからこそ、今後のアップデートの予定があるからこそ、まあ修正はちょっと難しいっていうすぐのですね、これは銀杏さん明言されておりましたので、イコールどうなんだっていう部分を、まあ、皆さん考えた方が僕はいいのかなというふうに思います。